皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。今日は久しぶりの遠出です。関門橋を渡り、いざ九州へ。車を走らせること5時間30分。今日は佐賀県佐賀市に来ています。今日のお目当てはここ佐賀大学美術館です。国立大学で独自の美術館を持つ貴重な大学です。佐賀は芸術文化の香る町です。今日はそんな佐賀大学美術館で開催中の金子隆と30人展という大変珍しい展覧会を紹介したいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。この展覧会は地元佐賀の高校で美術教師として教鞭を取る傍ら、これまで佐賀の美術界を牽引してこられた金子先生とその教え子30人による展覧会です。教え子といってもそうそうたる顔ぶれで、例えば鍋島更紗の人間国宝鈴田重俊、東京芸大出身で世界的な人気作家池田学氏、壁画を中心とした芸術による社会貢献活動が日本の英語の教科書にも取り上げられた宮崎謙介氏など、現役で活動する多くの著名な作家が金子先生のもとに集まっています。金子隆と30人展は7月11日まで佐賀大学美術館で開催されていますが、インターネットによるウェブ版もありますので、そちらの方でもお楽しみください。展覧会名で検索してくださると出てくると思います。今回6度目の佐賀訪問でしたが、せっかくなのでスケッチをして帰ろうと思いました。今回は佐賀城二の丸跡を描くことにしました。
本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンも押していただくと嬉しいです。また来週お会いしましょう。See you next week. Bye bye.